はい、どうも皆さん、みざめです。今回はパート、あれ、パートなんぼだ、パート8ぐらいかな、パート8ぐらいかな、もう1週間ぐらい空いちゃって覚えてないんですけど、まあそれぐらいのパートやっていきたいと思います。で、今回をやるのはこれですね。このファンタイムフォクシー、まあ、楽しい時間のフォクシーということで、絶対楽しくないんですけど、まあ楽しんでいこうと思います。ではやっていこう。移動、移動、フラッシュビーム、ん T、 部屋を横切る、移動 T、 ちょっと待って、んどっちが T だ、あどっちだ、わかんないぞ俺。やればわかるかな。とりあえずやってみるか。とりあえずやっていこう。Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything.However, use it as sparingly as possible. 何をすればいいのこれ。 Proceed forward to reach the parts and service room. え、やばくねこれ。普通にこれどうすればいいの、どう動くのこれ。え、これどう動くの、待って、わかんない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 よ、待って、わかんないわかんないわかんない、待って、わかんないわかんないわかんない、待って、マジでわかんないわかんない。何をしてんのあれ、なんかめちゃくちゃぐるぐる回ってるやん、頭。何をしてんのあいつは。やめてやめて。はい、ちょっと調べます。はい、めげずに戻ってきました。なんかフラッシュライト使いすぎるとダメみたいですね。なんかずっと とりあえずずっと歩いてた方がいいみたいな。で、ぶつかんない方向に向かうみたいな。まあそれは当たり前なんだけど、敵にね、敵にぶつかんないように歩きながら目指していく。まあ多分見てるみんなは分かってるんだろうけど、まあ頑張る、うん、頑張る。あのね、多分ね、見てるみんなにはね、何がむずいのか伝わんないと思うんだけど、めっちゃむずいんだよね。操作っていうのかな、操作性が。なんかね、9歩ぐらい歩いた方がいいって。However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Okay. 左、ちょっと調子乗ったね、今。ちょっと調子乗った。でも、なんか、なんとなく理解したから、さっきより進めてるイメージがある、なんとなく。次行こう。 Funtime Foxy is motion 進んでいくぞ。目指すはあの扉。これどれくらい遠いのか分かんないんだけど、この足跡聞こえる？こう、あ、色ね。However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. めっちゃ集中した。めっちゃ集中した。今、もうちょいフラッシュ使いすぎてから。危ない危ない。めっちゃいけてねえよ俺。めっちゃ生きてね俺。めっちゃ生きてる。
なんかね、誘導できるらしいよ、結構パターンが。あのね、マジでね、わからん。なんで俺当たってないのかわからん。めっちゃ近いやんけ。もう使わない方がいいと思う、これ。めっちゃ近い。聞けてる、これ。どうなってる。待って、今いけてたやん。ガチで惜しくない？でもみんな見たよね。俺めっちゃ成長してるわ、これ。次で行こう。はい、行くぞ。感覚が分かった。もうてめえは敵じゃねえよ。残念だったな。You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. なんかね、ある程度進んだらね、方向変えた方がいいと思う。っていうふうに書いてた。ウェブのあなんか公式非公式の攻略サイトみたいなとこには、なんかある程度誘導できるらしい。進んだ方向から違う方向に切り出せば、ある程度誘導できるみたい。なんかね、近づいてくるんだって敵が。だからある程度ね、あのまばらに動いた方がいいって書いてた。あー、危ない。だからね、あいや、惜しくなってきてる。もういける気がする。なんとなくそう確信しました。というわけでいこう。もうビルの終わり。For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. もう行くぞ。You have been provided with a flash beacon. もう行くんだ。Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. 左に切り返し。Proceed forward to reach the parts of the room. このスティック下の方にさ、映ってるかな？このスティックのね、あの逆の方向に俺今なんていうの、スティックをの方向を動かしてるっていうの、なんか変な表示されてるよね、これね。癖あるよね、なんか外国の表示、なんか丸が×だったりみたいな。え、てか後ろ？てかこれさすがにまっすぐ行くのはきついかな。ちょっと右に切り返して左に行って、危ない。左に切り返して、その後右、その後に左。なんとなく見えないけど、戦ってみな。多分ゴールにマジで近づいたら一旦フラッシュやった方がいいのかもしれない。多分一旦見ないとゴールの目の前で立ちふさがってるような気がする、俺の予想。よし、てか今回マジで何も喋ってねえな。いやーマジで怖いって。For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. あ、右だね。あ、右じゃない、左。あの、今、ちょっと頭がこんがらがってるんで、許して。あ、危ない。左に行ってからの右。オッケー。からの左。うわあ！ふう、調子乗ったね。ちょっと調子乗っちゃったね。いやでも調子いいよ。よし。ファンタイムフォーチーはモーションアクティベート。For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. ちゃんとまともに歩けよな。走れよ、てか。こいつ機械で襲ってこようとしてゆっくり歩いてんだから、走ればどうにかなるだろう、これ。まあ、ゲームに正論言ったってしょうがないんだけど、ゲームなんで。
なんかこういうの考えると少し寂しい気持ちになるよね。次は左に行く気がするから。なんかめっちゃ近くないか。うん、顔ぐるぐるしてんね。もうそろそろゴール前だから。オッケー、来た。ほらね、言ったでしょ、ゴール前に立ち塞がってるゴールキーパーみたいなあの格好してたけど。で、一回右に切り返して、えい、これで右でしょ。で、次左行って、で、多分左にいるから、違う、一回左に誘導しよう。ほら、左に行ったでしょ。で、次右に誘導すっから。俺、あ、違った、右じゃなかったね、これ。でも多分ね、もうそろね、右行くと思うからね、左に。 OK。 でね、これね、近づいたら一回見る。で、いないの確認して、入る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 。来た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 来アシやん、フォクシーアシやん。どっちかって言ったらさっきの方がフォクシーアシか。よし、もう今回はこれでいいや、疲れた。というわけで、パート8かな、多分8な気がする。パート8終わっていきます。ではまた。Proceed forward to reach the parts and service room.